今日はバトンでやっているウォーミングアップをやっていきたいと思います。よし、頑張っていこう。左やりにくいし。はい、おはけみ TV かなかです。それでは早速移動してきたのでバトンの練習に入っていきたいと思います。お願いします。筋肉痛、肩痛い。久しぶりにやるもんじゃないこれ。やっぱ全然違う、体育館でやるのと。
いや本当にグランプリ大会が終わって初めて1曲通しました。いや本当にこんなに体力が衰えとるなとか、なんか少しバトンを回すだけで腕が筋肉痛になったりとかするんだなって思いました。で見ていただいた通り、本当にできないところをできるようになるまで練習して、できなかったらすごい悔しいんですね。なのでひたすら何回も何回も練習して課題に取り組んでました。でやっぱ納得がいくまで練習はしますし、まあ、またこれからちょっと今悔しかったので、また練習していい姿を見せれるように頑張りたいと思います。いや結構本当に肩とか痛いですね。なのでもうちょっとバトンに関するトレーニングをもっとしてパフォーマンスを向上させれるように頑張りたいと思います。今日はここまで見ていただいてありがとうございました。